はい、どうも、ゆうくんです。今回も話題の車、そして新型車の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。ということで、今回紹介する車はこちら。新型 BMW Z4 でございます。で、この Z4 なんですけど、新型スープラと兄弟車ということになっております。見ていきたいと思います。1ページ目開きますと、Z4 の概要と目次などが紹介されております。スープラと違う点は、もちろんデザイン、そして性能などもなんですけど、新型スープラはクーペ専用のラインナップなんですけど、Z4 ですとオープンモデルのみのラインナップになっております。次のページからはデザインなどが紹介されております。スープラとまた違った BMW らしいかっこよさ、美しさがあるデザインになっているなと思います。次のページでもデザインが紹介されております。写真のモデルは M40 のモデルなんですけど、ラグジュアリーなデザインになってるなと思います。次のページでも走行シーンなどが紹介されております。リアビューはこのような感じになります。次のページでも走行シーンなどが紹介されております。次のページでは内装などがこのような感じになります。 BMW オリジナルのコネクテッドサービスなどにも対応しているようです。次のページでもスタイリングが紹介されております。次のページでは Z4 の特徴などが紹介されております。ロードスター専用のラインナップですし、エクステリア、インテリアともにかなり質感の高いデザインが採用されておりますし、パフォーマンスも最高のものになっております。次のページではハイライトが紹介されております。インパネですとメーターも含めてディスプレイタイプとなっておりますし、アダプティブ LED ヘッドライトが採用されておりますので、先行車そして対向車への減圧を防止しつつ最適な視界を確保することができるようにもなっております。 BMW のサポートデスクとつながることによってさまざまなサービスを受けることができるようになっております。で、安全性能もかなりしっかりしているようです。M シリーズですとまた違った専用のスポーツシートなども採用されておりますし、ハーマンカートンのサウンドシステムも採用されております。でさらにヘッドアップディスプレイも採用されるということになります。 M シリーズですとより走りに特化した装備が採用されております。次のページではボディカラーが紹介されております。ソリッドとメタリックカラーを含めて全4種類で連絡されております。シートカラー、インテリアカラーもこのようなラインナップになっております。次のページではグレード、そしてオプションを含めてホイールも6種類ラインナップされております。で隣ではまたスタイリングが紹介されております。次のページではテクニカルデータが紹介されております。 S ドライブ 20i シリーズですとスタンダード、スポーツ、M スポーツでラインナップされております。でエンジンが直四の2リッターのガソリンエンジンということになっております。隣は高性能な M40i ですとエンジンが直六の3リッターのターボエンジンということになっております。スープラと違う点は2リッターのエンジンでも3グレードともに出力は同じということになっております。次のページでもテクニカルデータが紹介されております。でミッションが発足オートマとなっております。寸法図も載っております。隣では M40i も発足オートマが採用されております。乗る拍子はこのような感じです。はい、ということで今回は新型 BMW Z4 について紹介しました。カタログの内容と話の内容異なる表現等あったと思いますが、その点はご了承ください。またところどころ聞き苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。で、このチャンネルなんですけど、基本不定期で動画の方を投稿していきますので、チャンネル登録の方、ぜひぜひよろしくお願いします。あと、Twitter の方で動画のこととか、その他いろんなことをつぶやいておりますので、できれば Twitter のフォローもよろしくお願いします。で、Twitter のアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということで、ゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。